はい、どうもこんにちは、宇野です。ということで今回はアキネータープレイしていきたいと思います。はい、アキネーターは自分が思い浮かべている人物とかキャラクター、有名人を当ててくれるというアプリなんですけど、いろんな人が YouTube でこう理想のタイプをどんどん打ち込んでいったら自分の理想の方が出てくるんじゃないかみたいなのをやってたので、僕の理想の方を探しに行きたいと思います。はい、待っててください。結構ね、みんなやってて楽しそうだったので、はい、じゃあここからいきます。ゲーム実況者、別にゲーム実況者じゃなくてもいいな。男性、これじゃあ女性で答えていきますね。 YouTuber、 どうしよう、 YouTube してってほしいかな、彼女に。これ家で、せめて漢字、まあ漢字がいいか、漢字だよね普通。事務所に所属、事務所には所属水してなくていいや。個人的にあなた欲しい、知っててほしいな、それは。 あいいね、同棲してて欲しい。あなたですか、いや俺のわけねえだろ、俺じゃねえよ。お母さんもちょやめてよ、ちょっとなんか気まずい感じになるわ。お姉ちゃんもやめて、気まずいって。グレーですか、どういうこと、グレーゾーンってこと、グレーじゃないよ。妹もおかしいだろ、妹も良くないでしょ絶対。あなたと同じ DNA を持っている、いやそこ同じ DNA 持ってたらやばくない、結婚してますかって、してたらやばいでしょ。何これ、人間、人間だよ、人間だと思ってなかった今まで。子供向けですか、子供向けですか、どういうこと、子供はちょっとダメだな。学校に通ってたらどうなんだ、まあ、大学生とかならいいのか。じゃあこれははいで、あなたの彼女、あなたの彼女ですか、はい、あなたを愛してる人、はい、愛しててほしいですね、そりゃ。ん、誰こんなのあり、誰だよ、星多いし、生贄めちゃめちゃ必要じゃんこれ。光属性なんだ俺の彼女。